熱帯の森が広がるタイの山岳地帯。断崖を流れ落ちる大迫力の滝です。水の豊かな森は絶滅が心配される動物たちの宝庫。野生のゾウが道路に現れるとゾウが優先。森には絶滅危惧種のテナガザルも。世界遺産、落差150メートルの三段滝、野生動物の森。16日午後6時。